どうも、ヌヌです。ブレイドフューリー続きをやっていきたいと思います。多分ね、ボスじゃないかな？博古氏、你原是我大齐江氏的臣属，为何阴魂不散，与叛臣田和配？当年江献公击杀我王上，我等世代忠良，岂会任你等逆贼之后为主？本就是胡公里通别国，弑君弑兄。之后献公才替兄报仇，处决胡公，你怎能颠倒是非黑白？历史还不是胜利者随意篡改？当年的真相无需多言，让我亲自送你去。格闘娘っぽいだろ。大返し。痛いな。強いな。だからできないか。
うわ、ギリギリだ。なんか最後の一撃してきたよね今。你竟然有武神血脉，难怪田博故事，你和田贼勾结，倒行逆施，有何颜面去见胡公？天下大安，便是当年王上未达成的心愿。我借田侯之法，妖术射人，也康公已死。你们这一脉，不好，博故事的法力消散。父亲也好，田氏也好，即便是一心希望天下太平的博孤氏也好，谁都没有办法还百姓一个平安喜乐的盛世。我亦不知当年的射日之勇，让我从西王母那里得赏两服用后，便当时的百姓亦是困苦，只服用了半饱，从此眼见历代君王霸主，父百姓却始终在各种困苦，我亦无计可施。那既然你仍留有仙药，为什么不全部服下，追随妻子嫦娥而去？嫦娥愿我将她置于凡人之后，都我亦无颜见她。西王母神谕告知，我可在此沉睡，待我苏醒之日，便是能度天下苍生的天命之人。所以你认为我是天命之人？可是我，不过是我，我并不知。我也无法确定。但是你不试试，怎知自己不成？即便真有天命之人，难道不该是当朝天子吗？我去见他，直言面见，为我自己，为父亲，为阿子，为齐国，也为天下。とりあえずそうだな、どうすかな。あー、これもいいかもしれない。これ覚えとこう。で、解放制度はちゃんとそうセーブしておいて。いやー、さっきのボスは強かったなー。なんで全部渦子と月なんだよって感じだね。君不君、臣不臣、是因为君上的荒淫无能，还是臣下的贪婪专权，旧的伦理纲常被打破？如果天子是君权神授的正，那么这满天的神佛又为何作甚？我并不是愚钝天真的相信，但我一定要见他一面，也许我能找到我要的答案。是谁？胆敢私闯宫禁？我是齐国的季将，康公之女，有要事求见君上。陛下已久不见生人，你快走吧。事关天下苍生，我必须面君职称，请代为通传。说了陛下无暇召见你，再不走我就不客气了。なんていうかリズミカルに崩しとかやってくるなこいつ。
回復アイテム間違った。次陛下最近不同寻常，奴很担心。我是齐国的季江，康公之女。原来是齐国的王姬，不过陛下好像不喜。如今佞臣当道，局势混乱，而君上久居深宫，蒙蔽圣听，我一定要见到陛下。前些日子，陛下突然把自己关在大殿之中，封锁了所有的通道。据奴所知，前殿有一条暗道通往大殿，但是机关重重，奴不知道破解之法。不妨，多谢指路。奇怪，这两个点燃这四个火盆，看来不像表面那么简单。或许将它们全部点燃，就能发现些什么。全部火をつけると、とか順番があるんじゃないの？一番最初が多分左で、2番目がこれではないことは確か、右か左ついてるね。ってことこれがここか。これないの？やった、セーブポイントあった。
やいやいや、その手前でこう落としたいんだけど。こんなからくり屋敷だね。これはなんだ。これがもうちょっと上がってくれれば、ここはまあ普通にいけるね。で、3つ引いて上に上がるか。セーブポイント。というわけで今回ここまでにして、次回続きをやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ぬぬのゲームチャンネルでは毎日18時に更新中。最新動画やおすすめ動画もぜひゆっくり見ていってね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。